ガンバ大阪には J1 リーグを戦うトップチーム、そして多くの若手選手が実戦経験の場として戦ってきたセカンドチーム、ガンバ大阪 U23。 2016シーズン参戦以降、ここで育ち実戦を経験し海外へ飛び立った堂安選手など、現在トップチームや他チームで活躍する選手を数多く輩出。クラブの財産ともなる若手選手の成長、ガンバ大阪 U23 の魅力についてサポーターの声を聞きました。 J3 からどんどん上に上がっていって、前だったらメッシの選手のような大きいクラブに行くような選手がのなんか卵みたいなのが見れるので、そこが一番です。選手はもちろんなんですけど、森下監督のことをよく見てらっしゃるお客さんが多いなってイメージで、あの暑さとかはこっち見ていて伝わってくるものがありますし、応援したいなっていう気持ちにさせてくれるので、非常に熱い森下さんについていこうっていう気持ちが大きいと思います。最後やったら、もちろん勝ってほしいですし、そのトップに上がれるように、その 全選手がしっかりアピールしてほしいなって思います。今シーズン敗退が決定したルヴァンカップ湘南ベルマーレ戦では、主に J3 で活躍するメンバーで臨み、 J1 クラブ相手でも堂々とプレーを披露し勝利を挙げました。宮本監督にとっても大きなサプライズ、選手たちも大きな自信をつかんだ試合となりました。シビアなプロの世界を生き、 J3 参戦ラストイヤーとなった今シーズン、森下監督のもとサッカー人生をかけ切磋琢磨し、ここから這い上がりトップチームの舞台海外移籍を実現させた選手たち。ここからは森下監督の熱き指導、選手、監督の声を取材しました。11月6日、この日は J3 リーグ第26節蒲田マーレ讃岐戦2日前、 U23 に帯同しているユース生も合流し、試合を想定したトレーニングが行われました。タッチ制限付きの練習は森下監督の熱い檄が飛びます。背中いる、ボールバックアウナ。より試合中に近い実戦形式でのメニューへ。監督自らピッチ上でプレーのヒントを与え、選手たちの考えを引き出します。強度の高いメニューで実戦と同等の激しいトレーニングを繰り広げます。ポジショニング、状況判断は正しいのか、選手に熱く語りかけます。ワンタッチだったらもう絶対ついてこれないね。優勢動き直す、オッケー、早やってクロス。トレーニングはおよそ2時間、熱く厳しくハードなトレーニングをこなした選手たち、練習後は充実の表情。今シーズンガンバ大阪に新加入し、 U23 ゲームキャプテンを務めるタビナス・ジェファーソン選手。やっぱ若い選手がチャレンジできて、たくさんのことを吸収できればなと思います。試合の流れだったり勝負どころっていうのをやっぱり考えたり、サッカーを学ぶ力っていうのをついたと思います。やっぱりその自分の可能性を広げるっていうので、いろんなポジションできた方がいいと思いますし、どのポジションでもその自分の特徴っていうのを出せればいいと思います。僕なんか今年から来て、こうやってたくさんの試合出させてもらって、いろいろ学ばせてもらいましたし、それをやっぱりチャレンジするだけの場じゃなくて、その自分たちはやっぱり勝負にこだわって、その中でたくさん得るものがあると思うので、それを最後結果として形に出せたらいいと思います。ガンバ大阪ユース時代から J3 リーグを経験、アカデミー出身の柴本蓮選手。ユースの時から出させてもらいましたけど、
プロの公式戦というところでやっぱり真剣勝負をさせてもらってるいい場所かなと思います。個人としては全然今年結果が出てないので残りの試合で、目に見える数字を残せるようにしたいのと、チームとしては、J3 に参戦してもらってラストの集大成ということで残り、全勝する勢いでいい形で終えれたらいいなと思います。2019シーズンよりガンバ大阪に帰還したクラブ OB でもある森下仁監督。いつかガンバにやっぱり戻って他のクラブで指導させてもらってる間もやっぱりすごく気になるクラブでしたし何回か対戦してもやっぱり思い入れがありましたしそういうチャンスがあったら、やっぱりガンバで、もう一回ピッチに立ちたいなっていうのはあったので、それを話しいただいた時は本当に嬉しかったですし、本当に迷いもなかったですし本当にシンプルにすごく、嬉しかった気持ちも今でも覚えています。いやもう本当に去年スタートした時からもうこの僕を指導させてもらってもう何年ですかね20年近くなりますけど、本当に一番楽しいですね。この2年が一番楽しいです。クラブのサポートがあって、スポンサーの方たちの支えがあってで何よりサポーターの方たちの、大きな声援があって応援があって、本当にここまでやらせていただいているのであと残り2ヶ月切りましたけど、ね、本当にガンバ大阪のクラブ、そして選手のためにもうやれることを僕自身がやれることを全力で、最後までやりきりたいなと思います。結果を出しチームのためクラブのため戦う選手監督。12月ホームではラスト2試合スタジアムで最後のシーズンを飾るガンバ大阪 U23 に熱き声援をよろしくお願いします。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。